こんにちは、サードラです。今回はエグゾプライマルのエンドコンテンツであるサベージガントレットの日程が公開されましたので、そちらについてのご紹介と今からやるべき準備についてお話をさせていただこうかなと思います。 早速内容に入っていくんですが、まず公式さんのツイッターからこちらですね、サベージガントレット開催のお知らせということで、サベージガントレットは毎週内容が切り替わる特別な高難易度の PV ミッションに5人で挑むコンテンツですということで、まあ、参加条件、日程などはインフォメーションサイトをご覧くださいという風に記載されていまして、まあ、これがね、画像でまあアイコンが出ているんですが、サイトを見ていくと、一応こちらですね、サベージガントレット開催のお知らせということで、まあ、公開されていた通り、7月28日 金曜日のお昼12時より開催されるっていうことで時間はお昼の12時スタートみたいですね。 で、内容について見ていくんですが、まあ、ここの文章はさっきとほとんど一緒ですね。サベージガントレットは毎週内容が切り替わる特別な高難易度の PV e ミッションに5人で挑むコンテンツです。制限時間内にクリアができれば優秀なファイターとして認められますっていうことで、まず1段階目の目指すゴールとしては、そもそも制限時間内にクリアするっていうのが一つの目標になるみたいですね。で、さらに、えー、繰り返しプレイして攻略の糸口を見つけてくださいっていうことで、えー、世界中のファイターとクリアタイムを競い、いい成績を残 特別なアワードが獲得でできますっていうことであのバッチですねがもらえるみたいですなのでまあこれはねぜひ上位にランクインしてまあこのねアワードを取りたいなっていうふうには思っているんですがまあ、それがね、えー、もらえるようになるみたいですでまず参加条件なんですが参加条件はストーリーをクリアしておく必要がありますのでラスボスですねを倒す必要がありますでラスボスまでの効率のいい進め方については過去にこちらの動画で紹介をさせていただいてますのでもしまだストーリーをクリアしておく必要がありますので ストーリーリクリアしていないよっていう方はぜひまずストーリークリアを目指していただければなと思います。 で、開催日時なんですが、初回となるステージ1が、えー、まあ、上ですで日本時間になるんですけども、えー、7月28日の金曜日のお昼12時から、8月1日火曜日の11時59分までとなっております。なので、期間としてはめちゃくちゃ短いですね。なので、まあ、これまでにやっておくべき準備についてもお話をしていくんですが、まず大前提やらないといけないのがこちらですね、ストーリーの前クリになります。そもそもこれをやっていないとサベージガントレットに挑めないので、 えー、こちらのストーリーの前クリっていうのが大前提になっていましてこれが終わっている方に関してはこちらですねこの各エグゾスーツのレベルを最低でも16以上に全部上げるっていうのを目標にしていただければいいかなと思うんですけども16以上っていうのが 基本的に全てのエグゾスーツがこちらの16レベルで最後の専用モジュールが開放されます。なので、どのキャラもフルスペックで使いたいってなった場合は、基本的には16レベルに上げておきたいんですよね。なので、ストーリーを全クリして余裕がある方は、まあ、こんな感じで全部のキャラですね、を16レベル以上に上げるっていうのをやっておいていただけると、サベージガントレットで必要になった時にどのキャラも使うことができるかなと思いますので、基本的には全スーツ16レベル以上っていうのを目指していただければなと、 思いますで特に個人的に今注目しているのがこのムラサメですね。これはめちゃくちゃ強くてサベージガントレットでも活躍するんじゃないかなって思っているので、まあ、まだムラサメ使ったことがない方はムラサメの練習とかもしておいていただけるといいんじゃないかなと思います。 ということで、今回はサベージガントレットの日程が公開されましたので、そちらについてのご紹介と、サベージガントレット開催までにやるべきことについてお話をさせていただきました。これからもエグゾプライマルの動画を上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ